東京大学2021年の入試問題です。図を見てください。これは真空中に置かれた微粒子です。この微粒子が固定されて動きません。でこの微粒子の屈折率が N です。でここから光が入射しています。入射角シータで入射して屈折しています。屈折角はファイです。これがちょうど中心O から残された半径ですね。でここも当然同じ角度で、ここがシータですね。これがファイとなります。でこの1,2,3とありますけれども、このまず1番の問題です。真空中の微粒子を光線が通過しています。で微粒子は固定されて動きませんが、括弧1番の問題です。光が微粒子に入射する際の入射角をシータとします。屈折角をファイとします。でサインシータを N とサインファイを用いて表しなさいという問題です。これは屈折の法則で N1 サインシータ1イコール N2 サインシータ2という式がありますけれども、それに当てはめればいいですね。真空が1です。でここがサインシータですね。でこれが屈折率が N ですから N のサインファイになりますね。だってこのサインシータはもう当然サインシータは N サインファイと表されます。これが答えになりますね。括弧2番の問題ですが、光線は光子が集まると考えます。でこの光子が集まるのエネルギーの総量を E とします。で運動量の大きさの総量を P とします。そのエネルギーとその運動量の間には P イコール C u の E、 C は光の速度ですね。光の速さです。真空中でこういう式が成り立ちます。でこの場合ですけれども、光は単位時間あたり Q のエネルギーでもって光源から射出されています。この時時間 ΔT の間に射出された光子の集まりが持つ運動量の大きさ P ですね。 P をこの Qデルタ TCN のうち必要なものを用いて表しなさいという問題です。この場合のエネルギーですね、 E はどう表せるかというと、時間デルタ T の間ですから、これが単位時間あたりですから Q デルタ T になりますね。で P イコール C 分の E ですから、そのまま持ってくればいいですね。この E Q デルタ TC で割ったものですね。これがもう答えになりますね。3番の問題です。時間 ΔT の間に射出された光子の集まりが微粒子を通過することによって受ける運動量の変化の大きさの総量を ΔP とします。 P というのは運動量で、当然ベクトルなんですけれども、この射出する、ここ入射する前の運動量、これですね。これを延長しました。でこれはここの延長したところの交点です。でこの総量をデルタ P としますが、この P をデルタ P をデルタ P とは何かというと、つまりこれが入射前の運動量のベクトルですね。これは入射後、これがここ微粒子を通過した後の運動量ですから、向き大きさとしては同じですけれども、向きが変化していますからベクトルが変化しています。ですからこれからこれ引いたこれですね、このがデルタ P になりますね。この大きさを求めなさいということです。このデルタ P を P、θ、φ を用いて表しなさいという問題です。またその向きをこの点 O、ABC のうち必要なものを用いて表せということです。で先ほども言いましたが、この入射ここ前のこの延長線ですね、これ、この微粒子を出た時の延長線との交点を C とします。で中心 O とこの C を結んだところのここでの交点を D とします。当然ここはこれとこれは半径で等しいですから、これ三角形は合同ですね。ですから直角になります。ここはでここ角度の関係を言いますと、これが θ ですから対直角は θ ですね。ですからここの角度は θ マイナスファイになります。でこれはここの三角形もこの三角形も合同ですから、こことここが等しいですね。この角度とこの角度を足したものがこうなります。でここは平行で起きました。この光をここに持ってきたわけですね。平行ですから、ここの角度は2倍の角シータマイナスファイとなります。運動量の変化の大きさの総量ですから、こ
これのここの長さですね。これで言うと この P がここへ来ました。でここの P はこの入所前のここですね。この運動量です。で大きさだけを表しています。でこの向きはこういうことですけれども、ですから変化の大きさ、総量データ P はこれですね。この大きさですから、これはちょうどさっき言ったようにこことここの角度が等しいですね。同位角で等しいです。平行ですから。でこのこれとここは二等辺三角形で、こうとこことこう等しいですね。ここが直角になります。ですからここは2、ここの角度は θ マイナスファイになります。ですから P のサイン θ ファイですね。ここの長さ P サイン θ ファイになります。ですからその2倍ですから2倍しました。ですから答えは 2P サイン θ マイナスファイになります。向きはこうですから、ここですから、こういう向きですから、こうですね、C から O の向きですね。括弧4番です。この微粒子が光から受ける力の大きさ F を、この今さっき言った Q ですね、C は光の速さです。θ φ のうち必要なものを用いて表せという問題です。またその向きを、力ですから、ベクトルですから、向きを点 OABC のうち必要なものを用いて表せという問題です。ここで一番大事なことは、運動量の変化というものは力積に等しいということですね。これを使えば、この微粒子が受ける力の大きさが求まります。つまり今までやってきた 1,2,3 でやってきたことを整理しますと、全問の結果ですね、この運動量の変化というものは力積に等しいという、これを式で表しました。でこれも前の問題で、この運動量の総量は C 分の E ということで、 C 分の 9 デルタ T でした。デルタ T の間に射出されたというわけですね。でこのデルタ P、ここの大きさですね、運動量の変化ですが、これにこの P で表すと、こういう式で表せます。ですからこれでもって、これで表すことができますね。この運動量変化はデルタ P は F デルタ T ですから、 F デルタ T ですね、 F デルタ T は 2P、 P というのは何かというとこれでしたね、 C 分の 2Q デルタ T です。で、あとサイン θ マイナスファイ置きました。で、求めたいのはここですね、F ですね。F は、この F イコールデルタ T で割りました。デルタ T とデルタ T が取り払われますから、C 分の 2Q になります。で、サイン θ マイナスファイになりますね。これが、この、言ってみれば、運動の変化が力積に等しいということで、力ですね。力が、こういう方向ですが、これは光光子の集まりに及ぼす力ですから、その反作用としてこの微粒子は逆にこういう向きに力を受けるわけですね。このこういうふうに光が屈折していきますが、こういうこちら方向ですね、 O から C の向きですね、向きとしては O から C の向きになります。 O から逆になりますね、さっきやった光とは O から C の向きになります。これが答えになりますね。括弧5番、その1の最後の問題です。 OD 間の距離を D とします。微粒子の半径を R とします。その角度が θφ が、この θφ ですね、これが小さい時のこの微粒子にが受ける力の大きさ F を QCNRD のうち必要なものを用いて表しなさいという問題です。つまりここでは三角関数 θφ というものでは表さないということですね。でここでデルタが小さい時はサインデルタはタンジェントデルタに等しくて、このデルタに等しいということですね。コサインデルタを1とするという、この近似式を用いなさいという問題です。この F は全問の結果では、 F は C 分の 2Q サイン θ マイナス φ、 これ全問の結果ですね、でした。で θφ が小さいですから、これは θ マイナス φ になります。なりますね。で、θ と φ が D と R でどう表せるかということが次の問題になります。でこの θ と φ のここでの関係式ですね、求めてみたいと思います。この D はこの三角形を見るとこれが R ですね、 R で φ ですから、ここ直角になりますから、ちょうど R の sinφ が D に相当しますね。 D は R の sinφ だと、 φ が小さいですから Rφ になります。これが π になります。で、π は R 分の D ですね。で、表されます。また、この一番最初にやった、このスネルの法則ですね。この屈折し sinθ は nsinφ で表されました。で、これは θφ で表すと、θ イコール、これ π になりますね。θ イコール nφ になります。
で、シータは結局ファイが RM の D ですから、ここは RM の D 持ってきました。ですからファイとシータはこう表せますね。ファイはこう表せますから、こういうふうに持ってくればいいですね。ですから C 分の 2Q は C 分の 2Q ですね。シータがこれになりますから、ここ持ってきました。ファイがこれですから、ここ持ってきました。 RM の D でくくれます。 N-1 になりますね。これを整理しますと分母が CR、 これが 2N-1、 分子が QD、 こういう式になりますね。力の大きさはここでシータファイで表していません。全てこれですね。この式でここの角度ではなくて、この長さでもって表すことができます。